はい、どうもこんにちは。ゆるゆる相場談義の時間がやってまいりました。局長のおうちです。日経平均の調整相場、予想しててもしっかりと巻き込まれる F 局員でございます。どうもよろしくお願いします。まあね、いつか来るとは思っていましたけど、いや私ね、うん、F 級終わった後とか S 級前とかはもう完全にガチ用心してるんです。はいはいはい。にもかかわらずちゃんと巻き込まれてるそれなりのダメージを受けた。さて今日は F 局員の暴落銘柄ピックアップのコーナーでいきたいと思います。よろしくお願いします。はじめに、私中長期株6年生、適当な話が多いので鵜呑み厳禁、動画再生は 1.5 倍速がおすすめでございます。今回のピックアップ銘柄9692CEC です。はい。基礎知識、時価総額576億円、業種情報通信業、概要商品ソフト開発いろいろやってます。PBR 1.28 倍、出来高がやや少なめでございます。何してる会社ですか？ソフトウェア関連何でもやっております。工場系、オフィス系、サーバー系、組み込み系、もう何でもござれでございます。そんな CEC、 2024年3月11日大幅下落しております。こちら冷やし、前日比 17.5% のマイナス、大陰線でございます。ホルダー悲劇の一日買い豚オツってとんでもない下げる。これヒゲの先っちょまで行くとマイナス 20% ぐらい落ちてます。そうですね、完全ホルダーの方皆さん涙目でございます。今年の上昇1日で終わったってことですよね、これ。まあまあそういうことです、ね、こちら月足、直近10ヶ月間の安値圏でございます。直近4年間で見ると中値圏の株価です。こちら年足、コロナ復活後やや低迷感ありの推移です。年足のおまけでございます。この銘柄ね、かなり前からバブル期上場の超老舗でございます。もうパソコンで言うと DOS の時代からMS DOS の時代ソフトウェア作ってるみたいでございます。ソフトウェア業界ができた頃からもう上場して頑張ってる会社。こちら業績直近10年間でございます。3期連続の増収増益増配ってことです。まあその前ちょっとコロナでやや落ちっていうのがあったんですけども、直近3期はイケイケどんどん銘柄。こちら業績グラフにしております。左側売上、右営業益、コロナ以降順調に回復傾向でございます。ピンク矢印、これ会社の予想でございます。次の年の、ね、こちら利益率、利益率も順調に推移しております。そんな CEC、 今回の大幅下落、なぜ起こったんです？ F 式紐解きやっていきたいと思います。まずこちら、バランスシートでございます。一番直近の決算の値を抜き出しております。左側から現金が増、固定資産増、右側に行って負債増、総資産50億円増です。前回の決算資料からの比率でいくと、資産が 9.84% 増で、純資産にすると 8.25% 増です。まあ、借金がちょっと増えてるみたいで、借り入れがね。こちら3ヶ月決算。直近2023年2月から4月、1842、直近ね、最高営業益から見て、3回連続減になる。そうですね、1842が1683、1415、1421、これが原因。3ヶ月決算グラフにしております。左側売上、売上は高値安定でございます。右側営業益、やや右肩下がり、まあ、高値からの右肩下がり、うん、まあそうってね、さっきの数字がまあこんな感じで、なんか特需来たけど下がったみたいな感じになっております。こちら3ヶ月決算グラフ、移動平均化にしております。左側売上、右側営業益、移動平均にすることによって長期スパンになるので、長期スパンで見るとまだまだ右肩上がり継続中でございます。調査課題でございます。左側売上が変わらずなんですね。でも利益は減、まあ理由なんですか、まあ当然そうなりますよね。こちら損益計算書で、決算書4回分まるっと抜き取っております。
まあ、ただ数字だとちょっと分かりにくいのでグラフにしておきます。左側売上と原価と粗利でございます。まあ横横推移で順調でございます。ただ右側に行くと上から粗利と黄色販管費、緑利益、こんな感じになってます。まあ、販管費と利益がちょっと入れ替わったり、売上維持だけど販管費がドン、F 式考察、販管費増だけど、まあ、どこも一緒ですよ。まあ、別にこの会社だけがってことじゃないですかね。もう世間一般的にはもう販管費増の時代ですよね。うん、売上ちゃんと上がってる企業のもう宿命みたいなもんに今同調圧力ありますよね。あります。それを抜かすと決算数字に不安要素もう特にないんですよ。分かんないです、はい、もう特に見当たらないでございます。うん、これ私の目が節穴なのか、もう一番下。いつものやつ来ました。よくわかんない時のやつですね。材料出尽くし判定来ました、ね。こちらちょっと参考資料なんですけども、販管費を、まあ、利益の販管費還元でちょっと考えてみたんですけど、営業益が最高だった頃の前の利益率っていうのが 7%、9%、7%、9%、11%、8% ぐらいなんですよね。直近決算4回分が 10% 超えだったんですよ。これがまあ 9%、10% あたりに戻るぐらいまで販管費還元したんじゃないかな。まあいうふうに私なんかちょっと推測したんですけど、まあ中の人に聞かないとわかんないんですよ。F 式大幅下落理由付けです。考察すれどもここまで売られる理由は謎でございます。いやもう売り方売りすぎでしょ。ちょっとパニックりすぎですよね。いやもう売りすぎです。昨日ちょっとカブタンのニュース見てたらこういう記事が出てきます。2025年1月期営業利益は 62.8 億円同 1.3% の減益に転じる見通し。もう来年の話で下げた。耳が早いですね。減益転するかもみたいな。これね、ただこれ株単の人がそう思ってるだけなので、実際売った人がこの記事書いてるわけじゃないので、まあまあ、実際売った人から聞かないと分かんないわけですよ。本当の理由、大きく打った人教えてください。コメントで教えてください。もう大きく打った人、なんで打ったのか教えてください。もう私全く理由わかんない。こちら出来高と信用残でございます。3月11日の時点の情報でございます。大幅下落した時の出来高が103万9700株です。通常の平均から考えると通常が15万株なので、だいたい約7倍ぐらいの出来高になります。信用改ざん売り算多かったのかなって見たんですけど、まあ通常出来高平均の 1.5 日分程度なので全然圧としてはないな。こちらチャートでございます。長期組と塩漬け組以外総入れ替え相場でございます。その他の情報です。配当年2回配当でございます。1月と7月、1株あたり55円、利回り 3.55%、 25年も55円配当は継続の予定です。こちら配当成功、昨年 40%、 その前の年 30%、 45%、 34%、 多少のばらつきはあるんですけども優秀でございます。2025年今年のね、配当成功、会社の業績予想から逆算するとだいたい 43% ぐらいになりそうです。優待ございます。 F 式立ち回り、 F 式短期ありでございます。っていうかもうありの銘柄しか出さないんで、ないわっていうやつわざわざ動画撮らないんで。そうですよね。もう F 式短期ありでございます。もう行かない選択肢はございません。もうそこね1500円、上値1800円目処で上下幅300円ございますんで、皆さんガンガン逆割り参加してみてください。F 式中長期、こちらもありでございます。ただ消極的ありで、中長期なぜありなのかっていうと、1月7月配当銘柄私のポートフォリオにないのでちょっといいかな、まあ、そういう理由で。あと増収増益増配が戻き経度をちゃんとして、過去最高益狙い十分、全体相場次第でありかな。ただ通常ロットの 0.75 倍あたりで入る。なぜかというと、うん、私このソフトウェア開発業界っていうのはあんま好きじゃないんですよ。こちら配当率から底値の考察でございます。現在1550円株価で 3.55% の配当なので、まあよくよく配当が維持されるという前提で見れば、いやもう
1500円割れとかもそもそもないでしょ。1400円割れとかもう奇跡の沙汰ですよ。よっぽど誰も見つけない限り、全トレーダーとかがもう目が節穴だったら下がっていくかもしれないですけど、もうないんじゃないかな。こちら配当率から高値の考察、これ民株さんのサイトから見ると、2024年、23年、22年、21年、株価と配当利回りの表があったので、それから逆算すると 2.85 とか 2.5% あたりの配当率まで落ちたことがあるんですよね。上がったことがあるという。そうですね、株価が上がったと、それで逆算すると2000円付近まで夢見るのもあり。ああ、まあそうなりますね。まあ、ただ2.5パー台までは戻らないにしても、まあ1850円、1800円あたりはもう普通に余裕で狙えるかなというふうに思っております。F 局員のポジ結局どうやね。いや、私1540円ポジでございます。あ、そこで仕込んだ。あの、その前にも仕込んだんですけど、この陰線でちぎられてるんです、ぶっちぎられて買い直してるので、なるほどね。もう損切りは終わってるので、1540円立て値でございます。こちら不安要素でございます。この銘柄ね、時価総額が低いので、全体相場の影響がもろくらい。で、先ほども言いましたけど、下げ局面で買いが集まるのが遅いんです。もう誰も見つけないことなんか平気でありますから。まあそうなるとちょっと長期戦になっちゃうかなっていう。なるほど。あと、景気減速時の直撃きます。なぜかっていうと、先ほど私、この業界あんまり好きじゃないんですよって言いましたよね。言いました。やっぱり、請負い開発メイン。どうしても受け身なんですよ。仕事を出すか出さないかっていうのは、お客さんの話です。そうですね、無理くりこれ買ってくれよってね、たこ焼きのようにおいしいっすよおいしいっすよって営業行くわけにいかないじゃないですか、だからその辺のこうちょっと弱さがあるかなっていうふうにはちょっと、そんな CEC 頑張れ頑張れ頑張れ、もう毎回応援ですよ。もう増収増益増配もどき期待してます、そうですね。質問コーナー、局長何かございますか。質問はもう本当、この間 F さんがそんなことをちょっとチャットした時にちょっと注目してんだみたいな話があった時に便乗して入ったんで、やられたよ。やられてますもうちょいやられたら入り直そうかなと思ってるぐらいやられてますなので、もういい気持ちとしては頑張れって同じ気持ちですこれね、私なんかみたいに最近この銘柄に出会った人はそう思うのかもしれない。ずっと持ってる人からすると、なんかもどかしさとか、がっかり感とかが、まあ、多分あるんだと思います。これって長く持って初めてこう気づく、なんかあるのかなとはちょっと思って、関係者全員入れ替わってるので、今回の下げで、これから上がるぞ期待組がかなり残ってるはずなんです。そうですね、こっからの売り圧は少ない。ここからさらに。それはこの下げで入った人が軒並み、もうがっかり感をして投げてきた時この下げで入ってもうダメじゃんつってもう一回分投げるともっと下がるかなって感じです。規模的にあんまり外国人投資家がわんさか来てる銘柄がっていうとそんな感じはしなかったんで、まあ、その辺の下げとかっていうのはあんまり直撃はしないのかな、これ以上はっていう気はしてるんですが、さてさて。それはもうホルダーの希望的観測です。そうです、もうホルダーだから大量に持ってる人からしたらちょっと上がったらもう売り抜けたろうみたいな思ってますから、ね、そうでしょうね。下でね、ヒゲの下の方で拾った人たちがすごく売ったろうと思ってるでしょうね。ね、業績を見る限りはそんな悪い、全然悪くない会社なんで、頑張れって気持ちしかないでございます。では皆さんも質問ありましたらぜひコメントでよろしくお願いいたします。では次回も冒頭暴落銘柄ピックアップしていきますのでよろしくお願いします。 F 式目線でお届けです。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ、バイバイ。このチャンネルは株システムトレードソフトイザナミのスタッフがゆるーく運営しております。詳しくは概要欄記載の URL から。チャンネル登録・高評価もよろしくお願いします。